というわけで、はい、ちょっと休憩をいただきましてですね、新しくユーストリームのですね、配信のソフトが新しくなってベータ版になったはいいんですが、はい、録画を保存する保存しないが表示されなくて、ボタンのちょっと上部しか見えてないんですよね。どっちを押せば保存なのかがよう分からず、通常左があれだよね、イエスだよね、ノーは右だよね、まあまあまあよく分かりませんが、はい、というわけで、後半っていうか本題はですね、最新の飛行機事情ということで、お話しいただきたく思います。はい、どうですか最近飛行機の方は。あ、いや、なんかもうちょっともうすでに疲れ切ってました。そうですか。さあ、いい、ちょっと待ってくださいね。さあ、一気に最新の旅客機の話です。はい、まあ戦闘機の話はこの間いたしましたように、はい、まあ航空自衛隊が、はい、まさかこれをという状況だったんですけれど、はい、まあ、この春ぐらいにかけて、うん、秋から春ぐらいにかけて、うん、ちょっと大きな動きがありまして、旅客機に関しましては、確かね、青山さんと知り合ったばかり、はい、8年ぐらい前になりますかね、はい、あの頃777が出始めですか。ええ、でね、私今度月末はね、福岡行くの。あ、いいじゃないですか。で747か777かなんですよ。ええ、でもうほとんど777なんですよ、ね、でしょうね。うん、行き帰り飛行機で、いや本当はこうバスとかも考えたんだけども、いや、まあやめた方がいいですね。いや今ならね、逆にうるさいから、ええ、今直後のがかえって安全だと思う。いや、安全運転じゃなくて、僕も福岡まで新幹線で行ったことあるんですけどね、うん、遠い。あ、そう。はい、なので、あとね、こう遠くない以前の問題で、同人誌即売会なので、間に合わないとまずいんですよ。あ、はい、だから、なんていうの、飛行機でしぶしぶ行くことにしたんですけど、飛行機の屋根とか窓ちっちゃいじゃん。あ、はい、だからね、こうつまんないわけよ。なんか棺桶に入れられて、棺桶入って出たら、別の世界ってちょっと嫌じゃん、なんか。あ、そういう感覚なのか。はい、だからできれば全部ガラス張り、うん、ガラス張りでなくてもいい、ブワーッとカメラを外につけといて、全店液晶にしてもらって、あ、はい、でどこにいるか分かる、うん、まるでほら最新ガンダムのコックピットみたいに、あれ全店じゃない今は。いや、ちょっと逆襲のシャアとか見てると分かると思うっていうか、カメラが何個もついてて、全点分かるのよ今。あ、後ろも前も全部。そんな旧式なシステムを、今ヘッドマウントディスプレイが中心なので、うん、なんかあれも嫌じゃん。はい、なんでなんか被んなきゃいけない、うざいじゃん。まあそれ言ったらガンダムだってあれ絶対普通にやったら無知打になりますよ、あの飛び方してたら。まあでもきっと中に何かあるんだよ、水とかなんか、うん、まあそういうわけで、劇的な変化は、はい、はい、どのような。いや、まだまたどうせボーイングとエアバスの話でしょ。まあそれになってくるんですけどね、結局は。そのボーイングが、うん、まあ、エアバスに対抗して、うん、ちょっと新型機を投入しました。新型機投入しました、はい、ボーイング787という、はい、はい、まあ名前ぐらいは聞いたことあると思うんですが、はいはいはい、いわゆる747、うん、747はジャンボ。いや、747がジャンボなんです。あ、747がジャンボだよね。ところがこれ非常にもう初飛行から40年ぐらい経ってて、私と同い年くらいってことか。ええ、はい、で途中でエンジンとか、うん、まあ、エアフレームっていうんですよ、機体とか、うんうん、そのままなんですけれど、うん、エンジンですとか、うん、操縦系統の電気機器、うん、全部入れ替えましてね、はいはいはい、まあ、今からもうそれでも20年ぐらい前になりますか、はいはい、
747のダッシュ400というタイプができて、ダッシュ400、ええ、うん、まあ、それ以前の747をクラシックジャンボ、うん、747の400以降を、うん、ハイテクジャンボという言い方をする、うん、ようになったんですが、でもやっぱり20年選手なんですよ。あ、はいはい、じゃあもうちょっと新型で使い勝手のいいのを作ろうじゃないかと言って、うん、777というのを、うん、まあ、その間の抜けた番号っていうのは気にしなくていいの？いや、あの、してください。うん、あんの？あります。中に、うん、あの757と767ってあります、うんうんうん、だよね、で、どうして7と7は変えないの？なんとか変えないですね。え、縁起かもしれないですね、うん、で、あの757ってのは有名なあの、うん、911で2機ほど、うん、あ、それをセンター突っ込んだあれですね。はあ、はあ、ええ、まさに縁起悪い飛行機だよね。で、ちなみにこれ日本では飛んでません。はいはいはい、ちょっとちっちゃいんです、日本にとっては、うん、あの前もちょっとお話したかと思うんですけれど、うん、飛行機の ラインが儲かるか儲からないかっていうのは、はい、いかにその飛行機を満席にするか、はい、で、取りこぼしをないようにするかっていうことで、はいはい、それによって使う飛行機のサイズってのが決まってくるんですね。はいはい、で、日本の場合っていうのは非常に混んでますんで、うん、飛行機って比較的たくさん乗れる方がいいんですよ、うん、ですから今まで国内線で747みたいな大きなのを使ってた、うん、例の日航123便、うん、あれ、あの当時で一番大きな飛行機で、うん、東京大阪間ですもんね、550人乗れるんですよ。ほぼ満席だったんですよね、あの時、ちょうど夏休みだったし、で、550人っていうと、まあ、列車1本ぐらい、山手線1つぐらい、下手すると学校1つ消えるってことですね。ですね、うん、まあ、学校1つぐらいの人間乗っけられるという。すごいよね、1回の事故で500何十人亡くなったんだよね、ええ、あれは生存者が4人で、ええ、うん、で、まあ、事故は置いときまして、はい、置いといて、もうかくそういうふうにたくさん乗っけた方がいいと、うん、いい、で、ちっちゃい飛行機はちっちゃい飛行機で、うん、あの少ない路線に乗っけて、うん、あ、乗客の少ない路線に使ってやるといいと、うん、だから福岡便も、はい、その767という、うん、もうちょっと757と似たような設計なんですが、大きいものを使っている場合と、うん、今747、777が混在していると思いますよ、はい、なるほど、そうなんです。ただでもほとんど777だった、というのはさっきも申し上げたように、747がもうそろそろいいだろうというので、そろそろ落としな感じで、でもこれは日航も全日空も全て手放すということを決定しました、うん、あ、ちなみに今度福岡行くときに日航機なんだけど大丈夫だよ。あ、大丈夫です、それは今は、はい、うん、なるほど。7どっちだったかな、乗るのは。ジャンでもむしろ今だったらジャンボ乗りたい気もする。もう師匠そろそろお年で引退でしょう。まあそうですね、うん、777も僕は若干小型なんですけれど、サイズとしては、はい、で、最初乗った時にこれは乗り心地いいのかなと思ったら、うん、かなり良かったですね、これ。あ、そうですか、ええ、はい、それはそれは。で、しかも国際線だったもんで、うん、その映画も全部オンデマンド配信なんですね。あ、はいはいはい、ええ、素晴らしい。でこう、じゃあみんないやいや、や一緒のを見せられるということもなかったわけで。もうないですね。昔はあった。あった、うん、いや私こう飛行機なんてろくにこうほら旅行の趣味ないしさ、ね、本当にね、たまに出かけるとなるとゼミ旅行ぐらい、あ、大学の、なるほど、ぐらいだったんですが、ちょっと同人即売会アンギャに出かけることにしたので、ええ、行きますよ、ええ、ただ どっちかというとなんか南の方が お盛んな感じなのかな。うん、まあ、北の方、あまり北の方はまあまあ、もしかしてね、私の知らないとこでものすごい盛んにやってるのかもしれませんけど、東北もちょっと行ってはみたいんですけどね。うん、なんだろう、なんででしょうね、まあまあまあ、こちらから見ると大阪がまずありますんで、うん、まあ、確かに大阪ありますね、うん、大阪はまあそれなりに盛ん、大阪も盛んですよ、だって人口が多いもん、うん、そもそもと、まあ、その人口の関係で東北と、うん、まあ、
北海道、ね、昔東北北海道と、うん、昔京都があった、うん、あっちら辺と比べると、うん、やはり南の方が盛んなんじゃないかなという気がしますね。うん、なるほどなるほど。まあ、別にあっちにオタクがいないわけではないので、まあ、ええ、うん、ただほら出張するなら電車賃ぐらい出ないとちょっとまずいわけで、ええ、で電車賃ぐらい売り上げ上げるのって結構大変なんですよ。だと思いますね。遠いからさ、ええ、うん、まあまあなんの、うん、まあそれで、でまあで747がだんだん消えていく。今ボーイングの話してますよね。はい、はい、で777が、はい、777が、はい、にまあおそらく全部置き換えるだろうと。でそれと別に、まあ、やっぱりこれ中型旅客機に分類されるんですが、うんうん、まあ、777も大型か中型かっていうと、うん、いろんな差がこうオプションがあって、うん、ちょっと中型か大型かちょっとわからないようなものもあるんですが、うんうん、まあ、とりあえず大型とします、はいはいはい。でまあ、それより本当にちっちゃな中型の、うんうん、ワイドボディの、うん、ワイドボディといってあの通路が2本あるのがワイドボディって言うんですね、うん、あそうなんですか、ええ、うん、で通路が1本のやつをナローボディって言うんですよ。ほう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 。で日本は基本的にそのさっきも何度も申し上げてますように人が多いので、うん、ナローボディ機今は飛んでないと思います。 あってもボンバルディアぐらいですかね。事故ったやつですか、ええ、ボンバルディア、はい、これもまたボンバルディアも今乗られる方は乗っといた方がいいと思います。なくなるから、これももう全部エンブリエルに交換することは決まってしまいました。でもほらよく考えたらね、なんていうの、夜行バスもまた規制強化するだろうから、めちゃめちゃ強化するだろうからまた高くなるよねきっとね。そうですね、うん、でもまあ安全な方がいいよ、ええ、で話戻すと、うん、というナローボディというのがあって、ええ、でやっぱりナローボディ機は、うん、ナローボディ機という中型機ですね、はいはいはい、うん、で中型機の需要っていうのは例えばアメリカ国内なんかでは非常に多いわけですよ、うん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 、例えばね、うん、感覚としてはどれぐらいかな、うん、ロサンゼルスとラスベガスの間っていうのは、うん、バスで行くと10時間かかるんですね。ロサンゼルスとラスベガスって同じ州だよね。隣の州です。それで10時間、はい、アメリカって広いのね。広いです。私ねこの間ロフトプラスワンでやったブス島さんのトーク、はい、の時思ったけど中国も広いのね。らしいですね。私日本でいいと思うんだけどどう思います？ちょうどいいサイズだと思うの人間が一国のうちに収まるには。あですからねアメリカも、うん、中国も、うん、まあこれはもうなくなってしまいましたけれど、うんうん、ソ連も別の国だと考えた方がいいですね。州ごとに別の国、ええ、だからほら割と州の自治が強かったり、はいするわけね。ちょっとすみません寒いので冷房をちょっと上げてきますよ、ええ、もうここはこうユーストリームスタジオをこうやってただで使えてさせていただけるんですし機材もあるんですけどただは安い、ありがたいですね。いろいろコメンテロをやんなきゃなんない。いやそうまあまあ、ね、下げてくれとか上げてくれとかちょっと言えないですね。止めようかちょっとなんかすごい寒い。大丈夫ですかね。この間人風邪ひいて僕は暑い暑いと言ってるのにこの人寒い寒いと言ってこいつってなんすかこいつって。いやこの人この人はい、ちょっとね即売会らしくて風邪ひいちゃいまして、で、続き話の、うん、どこまで話したんだっけ、ね、中型機で、あそうそうそう、いよいよ、うん、去年の秋かな、はい、787が、ええここに至るまでも長い話があるんですが。でねその787ですけど、はい、日本に飛んでくるときに、はい、なんて言うんでしょう、セレモニーみたいのやって、ええ、そのセレモニーをユーストリームで完全生中継したんですよね。あでもうブーンと飛んでくる初就航、ええ、でそれをユーストリーム確かホームページのトップでずっとやってて、
あのやってたよって、見たかったみたいな、うん、そういう話した覚えがある、去年、去年ですよね。そうです。しかも1号機ですよ。1号機。ああそうですか、1号機、あの1号機を全日空買ったんですよ。ああナンバーワン、ナンバーワン全日空買った。全日空。じゃあ私の乗る飛行機は変な番号なんですね。28とか日航ですから。あ、そっか、787じゃねえんだ、ね、そうだ、はいはい。今日本どんぐらいあります？787は 2,3 機だと思うんですけど、はい、787の画期的なところはどこなんでしょう？あのですね、はい、航続距離がやたら長いんですね。長い、はい。というのはその777でもその傾向があったんですけれど、はい、あの飛行機って基本的にでかければでかいほど燃料をたくさん詰めるんですよ。ああなるほどね、うん、と長距離が飛べるようになってくると、うんうん、で初めて太平洋横断が可能になったっていうような飛行機っていうのは、うん、DC-8 かなんか、ね、DC-8 か、うんうん、まあ、あの頃まだダグラスは結構元気だったのでエアバスはまだありませんし。ああそう、ね、今にほら何でも食べちゃう青虫くんみたいなあのボーイングとか出てきてみんな食われちゃうのよねっていう谷川俊太郎かなんかの絵本だったかな、何でも食べちゃう腹ペコ青虫くん。なんで知ってるの？そらうちの娘もやりましたもん、腹ペコ青虫くんは。腹ペコ青虫？ええ、違う、あの腹ペコ青虫、あの大きい青いやつだよ、うん、あそう、私が読んだ絵本よ。じゃあまだやってるんでしょ。だって谷川俊太郎ですからね。そうなんだよね、またいいんだよ谷川俊太郎。絵本書かせてもいいんだよな、うん、穴を掘り続けるだけの絵本とかね。ああそうそうそう、谷川俊太郎、腹ペコ大虫で、うん、何でも食べちゃうからお腹の中の世界ができちゃうのね、うん、ま、いい話だよな、うん、あれ、うん、でまあ、戻しますと、はい、その747というのあの DC-8 ぐらいだと、うん、まあ、そんなに人数が乗れなくて、うんうん、エンジン4つないと飛べないし、うん、でエンジン4つだとガス食うから、うん、やっぱりアメリカに行くとしたら、うん、東海岸、あ、じゃない、ハワイ途中寄っていくとか、うんうん、ヨーロッパ行くんだったらモスクワ経由しなきゃなんないとか、うん、まあ、シンガポール経由で行くとか、うん、あれ給油なんですか？給油なんです。ほうほうほう、ガソリンスタンドによってみたいな、ね、だからあのね、戦時中とか戦前、終戦直後ぐらいまでですか、うん、の頃は大変だったんですよ、うん、東京アメリカって言ったら、うん、まあ、東京出るでしょ、うん、ウェーク島で給油するでしょ。ウェーク島ってどこですか？あの地図で見ると出てますけど、はいはいはい、もうハワイとの中間ぐらいですね。はいはい、どっかにあるんですね、はい、でその次ハワイ、ハワイ行って戦前ですか、ええ、はい、ハワイ行って戦前とか終戦直後ぐらいまでですね。でハワイ行って、うん、まあ、ロサンゼルスなりサンフランシスコなり行って、うん、でワシントンに行くまでにまた直行できないのでもう1回ぐらい給油してって言って、うん、飲みのようにこう飛んで、ええ、行く、ええ、でそれが747が出てきて、はい、まあ、やっと東行きっていうんですけど、うん、給油なしでいきなり、まあ、アメリカ大陸に行けるようになってきた、はいはいはい、でダッシュ400になって、はい、燃費は良くなってくるんですね、はいはいはい、うんうん、でそうすると、うん、今度はもう直行便ができるんです、うんうん、で直行便の往復ができる、うん、ところがこれエンジン4つあるんですね。と、うん、はい、どうぞ。いや、となるとだね、その辺からエコノミー症候群って問題出てくるんだ。まあそうですね、多分休み休み行くと、ええ、給油の間外出てろって言われるから、ええ、まあ、タバコ吸ったりおトイレ行ったり、ええ、飯食ったりして給油を待つ、ええ、っていうことをそれなりにやってたらエコノミー症候群で出てこないだろうけど、ええ、直行便ができるようになって十何時間飛べるようになると、ええ、突如エコノミー症候群っていう新しい病が出てきたんですよね、ええ、とそれと関係してくるんですけれど、うん、その747が出てくることによって、うん、今まで200人ぐらいしかせいぜいの200人乗れたかな、うんうん、みたいなところをいきなりこう400人ぐらいをドーンと連れてって、うん、でお値段は飛行機燃費が良くなったんで今までの半分でいいです、うん、みたいなことになってドーンと海外旅行人数が増えるわけです。あ、なるほどね。実はまだ海外行ったことないんですよ、はい、それで福岡関門海峡の向こうですから。ああ、いや、一回台湾
に行こうかなとか思ってて、ええ、うん、なんか台湾だとね同人即売会とかありそうじゃない？あ、ええ、あいいな、台湾の同人即売会行こうかな、うん、あの多分みんな日本語喋れると思うんで。それはありますね。あの日本語の評論家漫画ぐらい人かないときついかな、どうだろう。でも向こうのお宅の人って日本語喋るのステータスになったりするからね、いいな台湾。ちょっと回すいて。でところがこう747は、はい、エンジン4つあると。はい、4つである。でその頃からこう大和田機がだんだん流行り出してきて、うん、エンジンが3つあるようなのがあったりする、うん、でもね、結果的にこのエンジン3つってあまり効率よくないんで、うん、まあ、廃れてしまったんですが、うんうん、いよいよ777になってくると、はい、エンジン2つで持つと。ということは空力的に良くなるんですか？ええ、燃費が良くなるんですね。エンジンが優秀なんですか、それともボディのデザインが優秀になるんですか？エンジンですね、これは。ボディデザインはどっちか実を言うと、うん、747の方がいいんです。ああ、画期的。画期的というかね、これはちょっとかなり脱線するんですが、うん、運が良かったんですね。ほうほうほう。っていうのはその747で太平洋を横断できないだろうかといって、うん、いろんなバージョンを作るんですよ、うん、とその中で胴体短縮型があるんですね、うん、ボーイング747スペシャルパフォーマンスって言うんです。うん、すごいと思いません？ネーミングが。うん、まあ今ね話題の宇宙戦艦ヤマトに比べりゃね、ええ、はい、何回 ESF ファンは行ったんすかって感じでね、ヤマトよとはにね、なんだっけ、さらば宇宙戦艦ヤマトがあったよね、ヤマトよとはにがあって、今ヤマト20なんたらだかなんたらだかやってて、で愛の戦士たちってのなかった？あ、いやちょっと覚えてないですね。で僕のヤマトはね、起きた感傷が、うん、本当に本当にというか、うん、1回目に死んだ時で終わってますんで。起きた感傷不死身ですから ねいや実写は見てないんだよね。見てないです。ああ実写ですか？あれはこの間テレビやったけど見た。いや、DVD 持ってます。ああ、え、え、買ったの？買ったの？ なぜ？いやだって島子が脚本やってるし。あ、知り合いね。うん、あ、まあ島子はやってる。でも、うん、でも評判悪いけどどうなんそれ？あのね、評判も悪い悪いって言うと悪くはないです。あ、そう。よくまあね、ベースのあれをああいうふうにまとめたなという、うんうん、いやもううちの娘の評論が最強ですから、はあ、はい、キムタクはおじさんだから嫌。あ、なるほど。私たちなんかもキムタク若い若いと思ってるけど、よく考えたら中学生から見たらどう考えてもキムタクはおじさんですよ。だって私と同い年なんだから。母と同い年の人を若い古代進む役にあてがったからと言って、若いと思ってるのは私たちとか電通関係者だけで、あれはおじさん映画ですよ、うん、とで、なんだっけ、どこまで話したんですか。あ、でその747、はい、SP というのを作ったら、あ、これがスペシャルパフォーマンス、これがそこから話が、おかしくなった。これがなぜか性能がいいんです、計算値より。ほう、なぜで調べてみると、そのジャンボジェットってこう特徴は先端がこう2階建てになってこうなってるんですね、うん、この2階建ての部分がちょうど翼のところで切れてるんです、うんうん、とその方が安定するって分かったんですね。偶然の産物。偶然の産物なんです。でその後、うん、作るいわゆるビッグトップジャンボというのがあるんですけれど、うん、いろんなバージョンがあるのね。だって40年作ってるんですよ。でも名機ですね。じゃあ名機です、これ本当に。話を腰折っちゃうように申し訳ないんですけど、どの辺が名機なんですか、ジャンボ。いや、事故起こさないっていうことですよ。安全性が高いというところ。ちょっと分かんないんだけど、ええ、例えばゼロ戦って何ですかって聞いたら、ゼロ戦と呼ばれるフレームを持った機体は全部ゼロ戦だと、ええ、でジャンボ747は何を持って747なんですか、747のフレームを持ったら747なんですか、ええ、で基本的にはその胴体を伸ばしたか縮んだかぐらいの差しかないんですね、うん、で特徴はおでこ。おでこで、安全性っていうのは機体設計がいいってことですか、ええ、
どうだから飛行機の安全性ってどこで決まるんですか。いや事故率ですよ。あ、まあまあ事故率だけど、ええ、事故を起こす起こさないはどこで決まるんですか。まあちゃんと設計してるかどうか、まあ、あとね予想外な事故っていうのはどうしてもあるんで、初期不良みたいなものが、うん、結局やってみないと分かんないところはあるんですか。どうしてもあります。これはまあほらいかなるメーカーの商品でも大ヒットを目指して作ってるわけじゃない、でも全部が大ヒットするわけじゃなくて当たり外れがあるって、だから売ってみないと分かんない、乗ってみないと分かんないっていう、ゼロ戦もだ、ゼロ戦はどうなんですか。出る前からあれぐらいの良さっていうのは期待されてたんですか。実は堀越二郎はその前 の, あの 76? うん、96ですね。あの96の方が気に入ってたって話もあるじゃない、だから予想は実はやってみないとつかないところはある、で、安全と安全と明記明記、で、なんだっけ、スペースあの SP の次どこ行ったんだっけ。で、それが非常にこう安全、それで、SP の方ような形にした方が性能上がるっていうんですが、まあ、トリプルセブンではそれをやってないんですね。あ、ですから実を言うと速度性能とかで言うと747の方が上なんです、ところが機体性能というかエンジン性能、あるいは電気機器性能を上げてやって、747っていうのはやはりじゃセブンエンジン2つでありながら747並みの性能を出せると、いう機体になってきたんですね。一応あの飛行機の世界的にも、あの排ガス規制とか増えてる？増えてます。なるほど。排ガス規制と、あとそのエンジンを4つにするか3つにするか2つにするかっていうようなのは、もし事故が起こった時にどうするんだという、で事故が起こって太平洋のど真ん中ですと、エンジン一発で陸地まで帰ってこれますかというようなことは今度数値計算とか実測で出てくるわけですよね、でそれでも安全なので、太平洋上を横断できますというような、まあ、審査を世界的にやるわけです。でそれを初めてクリアした。一発っていうのはどういう操縦するんですか。いやだって片方の翼に1個ずつついてるでしょ、で1個止まっちゃうでしょ、バランス的に大丈夫なの。そのバランスを取るような設計というのをしてるわけですね。すごいんだね航空力学の人って。ですから面白いことに、その747が売れていった理由の一つに、ちょっと安いって部分があるんです、というのはあれ尾翼が767のものを流用してるんです、で何かというと長さが長いんですね、767に比べて。で尾翼がこう多少ちっちゃくても、こう傾いても、エンジン片っぽ止まって傾いたとしても、それで耐えられるんですよ、でかいとちょっと壊れちゃったり、要するに、まあ、長すぎると壊れますけど、今度は ある程度その左右のバランスが取れてない、取れるような大きさの尾翼を持ってないとまっすぐ飛べない、でなおかつ今度エンジンパワー上げてやらないと落っこちますから、エンジンの耐久性でも問題になってくる、なるほど。というのを大型機で初めて実現しましたと、でやっとここから次へ来るんですけど、まあその走発機が主流になる前に、まあエアバス A300 という、これはもうなんでこれここまで行っちゃったのというような機体があったんですが、でっかい、いや、中型機ですねこれは。でどうしてそういう話、なんでここまで行っちゃった、飛行機ってのはバーバラさん車とか自転車の乗りますよね、乗りますね、バイク乗りますよ、上り坂ってきついですよね。きついですね。でも飛行機って高いとこ飛んでた方が損も少ないんですよ。なるほど。地面に対する、だからさっさと高いとこに上がっちまって、さっさと降りてこようという設計をしたんです。なるほど。 あのエアバスさん A300 では、ただどうなったかというと、まず軽く進んなきゃならない、上昇力を良くするために翼の性能を上げなきゃならない、巡航性能がものすごく良くなっちゃったんです、だったらそんな
短距離用じゃなくて長距離用にすりゃいいじゃんって発想が出てきて、うんうん、エアバス A310 という、まあ、派生型ですけど、うん、これはなんか昆虫みたいだよね、なんとかの亜種、なんとかの亜種って、もうこれは東京モスクワぐらいは無着陸で行ってしまうという、うんうん、これ確か東京大阪間ぐらいに作った飛行機だよなというのがモスクワまで行っちゃうことができたという、うん、でエアバスとしては、うん、その同じようなウィングタイプを使って、うん、もうどん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 広げてきてるわけですよね。ブイブイ言わせてるわけですね。ところでちょっと話腰折るようですけど、はい、エアバスがここまで急速に発展したっていうのは何かあるんですか？まあヨーロッパが頑張ったっていうのと、ヨーロッパのまあボーイングは当然アメリカですけど、エアバスというのはヨーロッパの機体に背負ってるんですか？そうですね。EU がちょっと出資してたり、 EU の国、まあいや EU より前ですね、うん、要するに各国の共同体がそれぞれ分担して出し合って、うん、でさらには日本まで入って、うん、なるほど、うん、だからそういう意味で言うと、ここのパーツを日本で作って、あっちのパーツをドイツで作って、うん、でロールスロイスのエンジンイギリスで作って、うん、でどっかで組み立てるとところで、ロールスロイスのエンジンって他の飛行機も結構使ったりしますけど、優秀なんですか？みたいですね。イギリス人の作るものですよ。私昨日ちなみに夢、昨日夢にパンジャンドラムが出てきてすごくびっくりしたんですけどイギリス人のまあでもほら車も変態って言うじゃないですか。あ、め、ええ、ちょっと彼らはモータリゼーションついてちょっと車オタク、ええ、悪く言えば変態って聞きますけど、ええ、ロールスエンジンはいいんですか？いいみたいですね。例えばドイツとかに作らせるよりいい。なぜかいいんですね。どうですか、向き不向きあるんですね、それでね、なんかエアバスが、うん、エアバスってのはそういう意味では A300 の10の話ですよね、あっちこっちでパーツを作って、うん、一箇所で作ってるんで、うん、ちょっと工事さよろしくないというふうに言われてはいるんですね、うん、エアバスって名前がよくないな。エアなバスですよ、なんかだから最初本当にそういうようなつもりで作ったんですよ。ちっちゃい会社の、もうちっちゃい会社というか、もう隣町に行くバスみたいに乗れる飛行機、うん、なんでボーイングといえばもう なんて言うんですか、なんかね、世界征服を狙うなんかね、大結社、悪の結社の大親玉みたいな感じじゃないですか。はい、それとなんでエアなバスが、いやまあロールスロイスの力なんどうなんですかね。ボーイングの方のエンジンは誰が作ってるんですか？ボーイング、まあ、GE が作ったりプラット・アンダー・ホイットニーが作ったり、あるいはヨーロッパ向けにも輸出してますんで、そういう時にはロールスロイスのエンジンを積んだりできます。じゃあエンジンっていうのは別にこれといって何でも、何でもというか、まあうちは境でも誉れでもいいわけ、うちは何が詰めますよという。だからいや、私が言ってるのはフレームとワンセットというわけでは別になしという、何積んでもいいと。これもまた時間大丈夫かな、飛行機の設計上の問題になるんですけれど、うん、昔はこうエンジンをいろんな積み方をしたわけですよ、うん、例えばイギリスのコメットという飛行機がありまして、コメット、コメートじゃなくてコメット、コメット、コメットさん、コメットさん、これ主翼の主翼があって、主翼の真ん中にこういうふうにエンジン埋め込んでるんです、うんうんうん、埋め込んでる、埋め込んでる、うん、ところが、うん、ボーイングの特に747になって成功したっていうのは、はい、エンジンを主翼からぶら下げたんですね。ああなるほどね、うん、最近のねあれ、高段とか、はい、都営住宅とかああいう集合住宅は、配管をコンクリートの中に作らず全部外に作るんですよ。交換の時ポンと抜いてやれば楽だから、そういう感じ、それと同じなんです。パイロンからぶら下げれれば、うん、これ交換すぐじゃないかと。なるほど。でパイロンの部分さえ十分強く作っておけば、うん、どんなエンジン積んでも飛べるわけですよ。うん、なるほどね、うん、だからそのエンジンの互換性、サードパーティーのものを使ってもいいわけですな、ええ、
ちょっと安いとか、ジェネリック医薬品みたいなものを作ってもいいわけですね。はい、で、まあ、安いのをつけたり、性のいいのをつけたり、いろいろできる。できる。はい、でしかもその方が整備性がいい。もうそうでしょうね。要するにエンジンの方が手がかかるわけですね、メンテナンス。エンジンポンと取って、修理してる間に他のつけといてもいいわけだし。はあ、なるほど。一番ちなみに飛行機で高くつくのはどこなんですか？ボディですか？エンジンですか？今はね、多分電子兵機器ですね。あ、コックピットっていうのは今全部液晶の。今全部液晶です。コックピットってやつ、ボンバルディアですら液晶です。そのボンバルディアですらっていうことは、ボンバルディアはなんて言うんでしょう、飛行機におけるなんて言うの、あのよく故障するエレベーターなんだっけ、シンドラですね。シンドラみたいな感じではないですね。あの一応世界第3位の規模を持ってますんで。あ、そう。1位がボーイングで2位がエアバスで、うん、3位がボンバルディアって だそうですから。あ、でも危険なのね。まあ事故を起こす機体を作っちゃったということでしょうね。あ、なるほど。作る機体が高いですから、飛行機っていうのは、うんうん、それが一つこけたら、うんうん、まあ、会社が危うくなるということは結構あることで、はいはい、でも全然こうね、途中飛行機の歴史までやってたら長くなってしまったんですが、はいはい、まあ、でまあ、うん、やっとボーイングの方もエーバスに対抗して757767っていうのを作ってくると、うん、あれ777の後に757の前ですね、前、うん、でそれを発展させて777ってなって747を置き換えるようになってきた、うん、で置き換えるようになって、ええ、でエアバスはいいのを出してきて、ええ、で山口組対なんだっけ一和会のように、こう押し合いへし合い、それで今度は、まあ大型機の市場としては、うん、747の、まあ、一時期はダッシュ500と呼ばれた機体であるとか、うん、あの昆虫のような亜種ですね、はいはい、でこの間もお話したと思うんですが、うん、A380 という、うん、エアバスはあの800人乗れるようなものもあると、うん、ちょっと相性とかつけてほしいね。あの型番だけだと、そうなんですけどね、どうもきついわ、うん、いや、そうなんですけどね、うん、分かんないんですよ今度。あ、そう、うん、でもジャンボってつくと、うん、こうがぜん愛着湧くし、ええ、ピカチュウの色塗ってポケモンジェットっていうだけでみんな乗りたいわけでしょ。でもね、今度行くね、うん、あ、沖縄行きませんか。何ですか。いや沖縄にね767が行くんですけどね、うん、あの竜神マブヤジェットだそうですよ。何それ。あのバーバラさんは竜神マブヤをご存じないそうです。知らないよ。何なんてやつ。いや竜神マブヤ知らない。いやご当地ヒーロー。え、ご当地ヒーロー。ああ、ご当地ヒーローね、ええ、あ、それが絵描いてあるんだ、ええ、なるほどね。マブヤですよ、うん、なるほど、ええ、うーん、いや、まあ、でも、うん、でもまあまあ、でもポケモンジェットの色を塗るだけで、ええ、予約すごいんでしょ。ポケモンジェットに乗れる、まあらしいですね。子供は乗りたいらしいですよ、ええ、でも絵描いてあるだけなんだよねあれ、ええ、中身は全然乗った人間に聞いたら中身はもう全然普通だったという。中の別にあのぬいぐるみじゃない毛布がポケモン模様とかそういうわけじゃないないらしいですね。でもあれだって、ね、人気、それだけで人気出るんだったらアイデアだよね、それでなんだっけ。でそれでいよいよボーイングが、満を持して、787ドリームライナーという名前がついてます。なんか日本的に言うとさ、深夜バス的な名前だよね、ドリームライナーって、うん、あるよ絶対そういうね、うん、あの深夜バスある、うん、でこれがその最新型で、最新型で中型でありながら、うん、まあ、1万2000キロとかの航続距離を持ってる、うん、ちょっとこれ何かっていうと、1万2000キロっていうとどんぐらいすごいんですかね。東京ロサンゼルスが8000キロです。はは、もっといける。もっといける。だから東京からヨーロッパなり東海岸に直行できるという、うんうん、あ、素晴らしいですね、でこれからが実は本題なんですけどね。あ、やっと本題に、はい。
でさっきお話ししましたように747ってでかいんですよ、ジャンボっていうのは、はい、したがって降りるためには、3000m 級の滑走路が必要になってくる。ああ。ところが787ドリームライナーはちっちゃいんです、2000m 級の滑走路でいいんです。しかし何回聞いてもドリームライナーってのはちょっと、だから787でいいって、はい、うん、なんかもうちょっと向こうもひねった名前をですね、ええ、まあいいんだけど、で短くてする短くてするということは、ええ、どこにでも降りられる、うん、と今までは、うん、例えば東京アメリカで、はい、アメリカの東海岸で行くっていうと、はい、あのハブ空港という考え方があったんですね。ハブ空港、はい、どっか例えば今の東京であれば新幹線は、うん、東京か、まあ、せいぜい新横浜行って、うん、他のとこ行くのはあの JR なんかは乗り換えてくれと、うんうん、いうような感じで、うん、まあアメリカから日本に来るにはアメリカから、東京に、まあ、成田に行って成田から千歳に行ってくれと、うん、いうような不便なことをやってたと、うんうん、なるほど。ところがそれやんなくて済むんですよ、うん、飛べるとね、飛べ、着陸できると、うん、となると今までやってたそのハブ空港というのが意味を失ってくるんじゃないかという。なるほどね、うん、で今まではその成田とソウルがアジアのハブ空港をどうするか、極東地域のハブ空港をどうするかでも散々こう汽車わしじゃーとやってたんですよ、うん、でもいらねって言われちゃったわけね。ところがもう787が出てくるといらないんじゃないっていうことになってくるんですね。そうか、機体が進化すると、うん、そういう問題も生まれてくるわけですね、まるでほら軽井沢のところの、要するに長野新幹線通ったら荻野屋の釜飯が駅弁でなくなったかってように、はい、いろんななんか意外なこう、ね、問題がで、ちょっとすみません、ついでなんで聞いておきたいんですけど、はい、新あの 関西国際空港という忘れられた海の上にある あ,、はい、あれありますけど、あれハブ空港するみたいな話ありましたよね。あります。で全然今話に出ないんですけど、ええ、かわいそうなことになってんですか。いや、なってない。あ、かわいそうなことになってますけど、うん、それは思ったほど伸びなかったというレベルであって、うんうん、まあ、かわいそうなほどかわいそうではないですね。やっぱり伊丹のが便利的な話になっちゃうんですか。というか、まあ、それもまた別の話になるんですけど、はいはいはい、一番分かりやすい例が、うん、例の311地震の時で、はいはいはい、あの時であちこちの飛行場が使えなくなったんですよ、はいはい、使えないです ね、まあ、羽田はもう水浸しになるわ、なったんですか、液状化で液状化現象が来るんじゃないかといって、うん、クローズしちゃうし、うん、で成田は成田でちょっと滑走路の様子見なきゃなんないっていうんで、うんうん、羽田だけで2分間に1機飛行機降ろしたり、うんうん、山手線よりすごいですね。すごいですよ。一回見学行ったじゃないですか、羽田はすっごいポン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 出ていくから、管制、管制は大丈夫なのかなとかね、大変でしょ、管制大変です。僕は航空管制官っていう大ヒットのゲームあるじゃないですか、で、でそれのゲームの注意書きがあって、ええ、本当の管制はこんなに密ではありませんって書いてあるんですよね、ええ、でも今の2分に1機だったら大変ですよね。大変です。だって山手線だって外人から見るとストレンジファンタスティックみたいな感じなのに2分に1機ってもう出たら次待ってるみたいな。そうですね、うん、出たら次じゃなくて飛行機乗ると分かりますけど、ずらーっと飛行機はこうやって並んでますからね。あ、なるほど、でそういうでかい空港がクローズしちゃったんです、うん、じゃあどうするってことになって、うん、どうしたんですか。関西、関西南から来たのは関西に降りる、うんうん、で成田なり羽田なりに近づきすぎてて、うん、どうしようもないものは、うん、横田に降ろしたんです、うん、あとアメリカやヨーロッパから来たのは伊丹に降ろすとかってことをやったんだそうです。うんうんうん、あ、もう飛んじゃってるのは下ろせないもんね、下ろさなきゃいけないもんね。飛んでないのは中心できるけどさ、ほうほうほう、で横田と、だからセブンホール横田、うん、横田ってフッサンの方の横田、米軍横田基地です。ほうほうほう、
開放したんだ。開放した。でも、なんかあると横田って降りてもいいっすよって言うんだよね。ええ、それはもう、もうちょっと言うとね、うん、航空法でこれ規定があって、うん、エマージェンシーを宣言すると、うん、あらゆる法律を無視して構わないっていうね条項があるんです、航空法に。そうなんだ、ええ、あれ、2個123便の更新記録見ると、ええ、いや横田もいいって言ってる、どこもいいって言ってる、もうどこでも下ろしていいんだよみたいなやり取りをするんだよね、ですからあれ当然エマージェンシー宣言してるでしょうから、うん、横田はもう断れないですよ。いやでも断れない、うん、でまあそれは航空業界における横のつながりっていうか人為的な、いや法律でまあそうだけど、うん、法律はそうだけど、うん、そういった感じはあるんだろうね。まあそうですね、うん、困ってるなら下ろしてあげようよ、うん、向こう500人乗ってるし、乗ってるし、うん、怒ったら死んじゃうよという、うんうんうん、で今言ったようにその747が下ろせる飛行場って限られてるんですよ。なるほど。例えば横田は下ろせるんですか。下ろせるんです。結構でかい輸送機体、日本最大の飛行場ですから。立川飛行場は下ろせるの。あそこ何メートル知らん。でもね3000ないと下ろせないんです。調布は無理。調布は無理、うん、調布は戦闘機はやっと、うん、でも戦闘機降りられるんですよね、うんうんうん、だから関空か伊丹か、うんうん、だから関空がダメになった時にどうしようっていう話があって、うん、で伊丹をもう一回使おうという話ももう上がってきたわけです。ところで千歳はまあもともと下ろせはするんで、うん、あっちにハブ空港を作ろうという説も昔あったんですけど、うん、まあ全ていらなくなったと、ええ、それは困ったね。 いろんな意味で。そうすると今度は、うん、ねえ福岡上海線とかね今計画してるんですよ。福岡上海線って何ですか。787で。だってもっと飛べんでしょ。まあ実際には。なんでそんなことする必要あるの。あまずねさっき言ったように、うん、787新しいとか燃費いいんです。燃費、はい、福岡上海なんてすげえ近所じゃん、すごい近所です。要するにエアバスの牙城に切り込んでたんです。いよいよ。ああそこはもうエアバスの牙城だけど、そこにこう俺ならこの島もらうでって言って、わーわーって、ボーイングの飛脚がうじゃうじゃ と、うん、でなんせまだ2、3で日航がそれで最新、全日空が初めて飛ばしたのが、なんと、成田、ワシントン DC なんですね、うんうん、で実はそれまで直行便がなかったんです、うん、成田、ワシントン、日本の人とアメリカの人で直行便がないんですよ、うん、もう別にいいんじゃないですか。東京、大阪に直行便がないようなもんですよ。あ、そうですか、うん。まあとにかく私別にはっきり言うけど鎖国してても分かんない人なんで外国行かないから。あとね、うん、この787には素晴らしい機能がいろいろついてまして、うん、もうバカかと思うような記録話なんですけどね、はいはい、まずね、まずトイレが全部ウォッシュレット付き。今までは違う、水をふんだんに包めるってことですか。いや、あれが乗り心地、あれ使い心地がいいっていうんで、外国人が欲しかったんですよ、ね、あ素晴らしいですね。でアメリカ、じゃあ日本製、世界中の飛行機は、はい、ほとんど日本製のトイレ使ってるそうです。あのね、衛生用品作らせたら日本人は世界一よ。らしいですね。風呂とかね、シャワーとかね。いや、うちのいとこはね、いとこというか正確に言うといとこの嫁さんの両親がまだ90ぐらいで健在なんですけど、うん、やっぱ介護必要で、うん、なんとか日本の風呂を手に入れることはできないかって言って駆け回ってますね、日本の風呂、ええ、いや今の風呂って便利でさ、うち引っ越した先が新型なんですよ、最新型なんですよね、はい、いやまず風呂が喋るんだよね湯加減はいかがですかとか それは言わないんだけど、お背中流しましょうか、お湯自動ってやると、うん、お湯張り運転を開始しますじゃーって言って蛇口から水が出ないの、うん、風呂桶あるんでしょ、風呂桶の下に
お湯の出口があって下からたまるの合理的でしょ、冷えないんですよ、多いですね。でそこに多分温度センサーがあって、うん、お湯を一定温度貯めるとちょっと炊いて、うん、適正温度にするのね、うん、でさらにお湯が沸くとピンポロパンポロピンポロパンポロお風呂が沸きましたってねすごいですよ。で追い炊きしても追い炊きこれ雷でございましょうかね。いやですね、まあ、話戻しますと、そのセブン87にはウォシュレットがある、まあ、まずウォシュレットは日本向けでなくてもウォシュレットがある。ええ私ね、ウォシュレットのあるなしはですね、ウォシュレットのあるオフィスに行ったらここは文明的な会社、ああでない会社行ったらここは原始的な会社っていう、うん、ね、全く別の僕の友達も同じこと言ってましたね。あ、そうですか。アメリカに行ってウォシュレットがないって、日本に帰ってくるウォシュレットウォシュレットから、ああ文明国に帰ってきたと言ってホッとするそうですね。もうね、ケツを洗えるか洗えないかっていうのはね、もう猿が人間になるぐらいのね重要なことですよ。で、ウォシュレットがある、その他にはあと加湿器がある。あ、そう。要するに飛行機、上空乾くもんね、乾いててもパチパチするんですよね、うん、なるほど。それ不愉快だし、うん、極端なこと言うと火災の原因にもなりうるんですよ。なるほど、うん、とそれを防ぐことはできる。素晴らしい。とあと窓にスクリーンがない。スクリーンない。ない。窓が液晶なんです。液晶？ええ、外が見える。だから普通国際線の場合は、うん、中でお客さん眠らせることがまず目的なんですね。まあ、要するに例えば8時間飛んでると、うんうん、日が例えば日本からアメリカにこう飛んでいくと、うん、あ、ずっとお日様照ってんだ、ええ、夕方の4時に出て、うん、あ、4時半に出て向こうに同じ日の4時に着くんですよ。なるほどね、ずーっとずーっと人も出てるんです。なるほどね。そんなところ寝てられるかっていうんで、スクリーンを下げてくださいって、で開けてるとアテンダーさんが申し訳ありませんがと言ってこう来るわけですよ。ほうほうほう。それが今や液晶でスタンと全部落ちる。黒にしちゃう。黒に すごいっちゃすごいですね、うん、でさっき言ったようにテレビ配信も全部オンデマンド、うん、オンデマンド3本立てぐらい。もうなんか何日乗っててもいいようですね。僕なんかね、去年何年前だ、マトリックスリローデッド、もうそれ3回も見ちゃいましたよ、うん、なんでそればっかり見たの。いや、他に見たいようなものがなかったんで。英語だよね。あ、日本語。いや、あれはね、吹き替え、吹き替えじゃなくて字幕、字幕ぐらい出るでしょ。英語版の中国語字幕だったんで、どうにか。リローデッドって実は結構内容、マトリックスサムザクはどれも大好きだけど、ね、一番つまんないんだよな。まあね、リローデッド、うん、一番最後のやつ、うん、だから知ってる知ってる知ってる、うん、で、お、これは日本より早く見られたぜみたいな感じでね、うん、満足してたんですけどね、うんうん、なるほど、うん、で去年の夏はポールも見ましたし。え、ポールという映画、多分もう、ポール、うん、もうマイナー感でかかって、うん、終わってしまったかと思うんですが。いや、私もう安っぽい、僕の大好きな安っぽい SF で。ほうほう。あ、安 SF、ええ、別れた夫ときっと話合うと思うよ。別れた夫はね、三流 UFO 映画が大好きだから、もうね、三流 SF、B 級 SF 全部見てるからね。UFO っていうと心躍る世代らしい。あ、なるほどね。私なんか UFO っていうともうインチキみたいな、うんうんうん、という意味あれですけれども、まあ、それで、まあ、とりあえずともかくその乗り心地は非常に良い、うん、でなおかつ長距離飛べるでどこにでも降ろせる、無敵じゃないですか、という飛行機がこうできてきた787、とそうするとさっき言ったように物流も変わってくるだろうと。なるほど。どうなるんですか。荻野屋の弁当がいらないとか、荻野屋の釜飯は不要とか、そういう話ですか。例えば今までじゃあ輸送の関係から成田のそばに輸出用の電子機器の工場を作っていたと、はい、じゃあ別にこれ成田じゃなくったって、うんうん、金沢でも構わないじゃないかって話になるわけです。どうしてですか。ああ、うん、降ろせるから、うん、金沢空港に降ろせませんから。あ、小松か、うん、
まあだから、流れが変わると。なおかつさっき言ったハブ空港みたいなものの存在も、うんうんうん、まあ、薄くなってくる、うんうん、まあ、もちろんね500人乗るような路線というのは存在するんで、うんうん、大型機はゼロになるということはないと思うんですが、うん、それもまた変わってくる、うんうん、なるほど。でエアバスももう当然これに対抗して、うん、次の世代を作ってるわけですよ、うん、でこれももう受注数500超えたっていうんで、うん、まあ、A380 が100機いくかどうかって言ってる時期に500超えちゃった、うん、その後発500超えちゃったっていうのは、うん、まあ、大したもんですよね。なんか旅客機の基礎、ちょっと旅客機は私全然知らないんで、まあ、戦闘機も知らんけど、旅客機の基礎知識みたいな本もちょっと楽しいかもしれないですね。あのね戦闘機と、ね、旅客機のやっぱりでかい違いはね、乗れるか乗れないかってでかいんですよ。あ、はい、わかります。どんなに、ね、戦闘機の良さ語られても、うん、知らんわとしか言えないわけでして、うん、だけど電車とかならのやっぱり乗れるんですよね、だから旅客機は乗れるじゃないですか、でこう、まあ、コックピットは無理でも、なんて言うんでしょう、まあ、どんな乗り心地かとか、まあ、機体はとか、うん、まあ、見ようと思えば 見れないこともでもね、まあ、これはもう僕の好みもあるんですけどね、旅客機何乗ってもまあ同じ、ああ乗り心地良すぎてね、うん、まあ、今の車みたいなもんですよね。そうですね。いや今の車って全部似てるじゃないですか、でなんででしょうねって話したら、空力考えるとみんなああなっちゃうっていう、うん、なるほどねっていう。だから飛行機もそうで、うん、空力考えたら走破機になるのは当たり前だよねという。あ、そうなんですか。ええ、だから昔はだからさっき言ったそのエンジン3つつけてみて、うん、その3つをこう3つも飛行機の後ろの方をつけてみたりとか、うんうん、いろいろやったんですけど、やっぱり飛行ね、低翼にしてエンジンぶら下げるのは安定するという、うん、もうそれになっちゃってね、うん、なるほど、ね、あんまり面白くないですね、サーバー、うん、なるほど、うん、まあじゃあ、そのエアバスの新型機っていうのはどのぐらいに出そうな雰囲気なんですかね。いや、ところがこれが例によって、ボーイングとエアバスの構想があってまだ尾を引いてまして、なんか実はこの構想の話はですね、ずいぶん前に、コンコルドの時にずいぶん、もう嫌ってほど聞きましたけど、ある構想がある、で最初はね、うん、今はまあ飛行機の主要構造炭素繊維を使うんですけれど、うん、この炭素繊維とかなんとかをこう A380 製造に向かわないようにしようって、ボーイングがどうも妨害かけたらしいんです。またやったんですか、それとも前の話ですか。いや、前の話ですね、うんうん、でここで自分の方で787を作ろうとしたら、うん、787用の炭素繊維が今度足りなくなってたんですよ、うんうん、でこれまた3年ぐらい遅れたんですね、うん、納入が。なんて言うんでしょうかね、タコが自分の足に引っかかって、ええ、転んでタコ壺に落ちた的な、ええ、でそうしたらまたやっぱり炭素繊維がさらに足りないと思って、うんうん、新しいエアバス新しいの作ろうと思ってやっぱ炭素繊維足りないんですよ。あのさ、ボーイングは何がしたいの。いや、お金儲けなんだけどね。いや、じゃあそれは分かるよ、うん、それは俺たちだって究極の儲け、まあ、お金儲けより自分の好きな作品描きたいっていうのはあるけどさ、うん、お金儲けも目標の一つではあるじゃん、うん、でもお金儲けしたくてお金儲けできなくなってるっていうのはもう自家中毒を起こしてる、ね、まあそうなんですよね。だからバカだなと言うんですけど、まあ、まあ、ちょっと今はちょっとしょうがない状況があって、はい、例の地震で炭素繊維工場がだいぶやられたらしいんですね、うんうん、でやっと再稼働したっていうんで先月ぐらいかな。炭素繊維っていうのは軽くて丈夫。全日空で持ったと思うんですけど、うん、こんな H 型こう持ったの覚えてますね。覚えてません、こんな H 型こんなのあるんですが、うん、軽く片手でひょいっとあるんです。すごいですね、炭素っていうのは偉大ですね。人間も炭素でしょ、ほとんど。でしかもこの炭素繊維をね、ほとんどが日本が作ってるっていうんで。あ、じゃあ日本がへそ曲げたら戦闘機とかもいろいろ不便なことに なります、うん、でまあ、遅れ、まあ、エアバスの時期のやつとかいつ出んの。まあ、また3、5、6年かかるんじゃないですかね。あ、時間かかるんだね、
車のようにはいかないんですかね。あ、それはいかないですね、うん、戦闘機ほどではないですけれど、うん、やはりソフトウェアの開発とか、うん、そういうものもありますし、うん、そうですね、ハイテクジャムができたときに、うん、いろいろ省力化を図って、うん、配線の長さを短くできたって言うんですよ、うん、どれぐらいになったと思います？ん？どれぐらいになったと思います？配線の長さどのぐらいですか？40キロに縮んだって言うんです、はい、あの全長70メートル飛行機の中に、うん、電線が40キロ入ってるんだ、まあ、でも40キロの長さ、全部合わせてですよね、まああるかもしれないなとかちょっと思っちゃいますよ。でそれにつながるソフトウェアの開発とか言ってね、うんうん、どうやってるんだという感じで、うんうんうん、なるほど、でまあ時間がね、車とは違って車も結構でも実はかかるんですよね。まあね、今はかかりますからね、うんうんうん、なるほど、そういうわけで、うん、もう、はい、じゃあエアバスの最新型が出たのは何年ぐらい前の話ですか？4、5年前ですかね。要するにマイナーチェンジは結構いろいろやってるんで、うんうん、何年式みたいなのは、うん、じゃあちょっと次からはちょっと旅客機の基礎知識やってみましょうか。あ、いいですけど、旅客機、まあ調べ直してみますわ。意外にないですよ。いや、というかね、好きな人は好きなんで、うん、お前それ違うだろってちょっと石投げられてません？大丈夫ですか？あのね、大体、あ、まあ、でもな、あのほらよくミリタリーの同人誌売ってるとやってくるゼロ戦お前持ってんのかみたいな人いるじゃないですか、ヤマトお前持ってんのかとか、でもあの旅客機の場合持ってる人がいてもおかしくはないからな、あの旅客機は詳しい人いる？います、うん、まああのあれ、大体ね、詳しい人ってつまんないから大丈夫どう大丈夫か分かんないけど、あのほら初心者の私にですね、旅客機を面白く解説してもらえば、はい、じゃあ今度飛行機に乗る楽しみみたいな話しましょうか。ああ、いいですね、いいですね。なんていうの、機内食とかね、機内食がね、うん、青野さんなかなか機内食詳しそうですよね。いや、それほどでもないですよ、うん、せいぜいあれ機内食は2000カロリーしかないとかね、うん、2000カロリーもあるんだ。あと事前にオーダーできるとかね、うんうん、せいぜいそれぐらいしか分かんないですから。まあなんていうのかな、まあそれとは違う企画だけど、いわゆる空弁、空飯か、空軍飯はちょっとやろうかなとか思ってるんでね、その辺面白いかもしれません、ね、というわけでそろそろ最後に告知しなきゃいけないんですけれども、はい、何言ってるんですか。今週末のイベント告知しないと。あ、じゃあお願いします。今週末僕もよかったらいいんで、5月12日にですね、5月12日の昼12時からかな、ニーキトロフトの方で海軍飯陸軍飯カフェというのをやりまして、2500円で海軍カレーと海軍ハヤシと海軍チキンライスが食べれて、その他好きなオーダーをしていただければ、ミリタリー旧陸軍のとかね、旧海軍とかの飯が食えるという、はい、そういうイベントでございます。正直人が全然来る自信がないの人が来る自信が全然ないので、5月12日今週の土曜日でございます。来ていただければ大変嬉しく思います、はい、もうあれ、知り合いご招待しちゃおうか的な自腹でそういう話をちょっと考えてる、うん、青山さんご招待誰か引っ張ってこい、ただでいいからって言ったら来そうな人いる？ご招待、まあちょっと難しいですね。あ、そうですか。まあそういうわけでいろいろね、じゃあ次からちょっと旅客機を、ちょっと戦闘機もそろそろ飽きてきたし、それともストライクウィッチーズの元ネタを喋るでもいいんだけどね。ああ、はい、まずストライクイッチ、ちょっとさ、お客さんにこう同人誌売ってるとさ、今更ストライクイッチズ見てませんがすっごい言いにくいよね。やっぱりちょっと見ないとね。そうですね、まず今ちょうどストライクイッチズ、劇場版もやってるし、まあそういうわけ で、まあ、エヴァもタイバニもとりあえず見たんですが、ストライクイッチズはまだタイバニ見た？見た全部。あ、ちょっと抜けてる部分はありますよね。あ、そう。どうでした青山さん的には。どうですか。いや、まあ
あああんなもんかという。あ実はね台湾にちょっと柵が悪いんだよね、うん、ちょっとデキ不デキがある。だくあそこで作ってんのかよこれと思いましたもんね。あそこってどこですか。あだってあれディーンでしょ。ディーンってどこですか。吉祥あのうちから歩いて10分のところにあるアニメスタジオですよ、うん、ちょっとねオープニングとかねデザインは綺麗なんだけどちょっと作画にばらつきあるから、うん、もうねほら俺ら京アニクオリティ見すぎちゃったからさ全部みんな作画はもう最初から最後まで綺麗でなくてはって、もう今更マクロスみたいな作画には戻れないわけですよ。もうダメよこの間ねマクロスみたいなんマクロスじゃなくて北斗の拳見ちゃったんですよ。きついきつい。もう今はほら出来よくて省力化もできるから、ええ、最初から最後まで綺麗なんですよね。そうなんですよ。だから宇宙戦艦ヤマトもさっきちょっとブーブー私二人でね富士そばでとカツ丼食いながらあの文句言ってたんですけど、あの作画綺麗なんですよ。ものすごい綺麗。でもねこうなんていうのまあまあアニメだから突っ込んでもしょうがないのかもしれないけど、あのこんな装置役に立つわけがねえだろう的なものがいっぱいありましたね。あまあまあまあいいんですけど作画すごい綺麗なのね、うん、この間ガンダムユニコーンも見ましたけどすごい綺麗。もう今もうほら割と動きは省力化できるから、ええ、CG で作画の乱れってちょっと許されない感じですね。ですね、ええ、もう京アニがこうまあ何かを変えましたね。最初から最後まで綺麗という。まあそういうわけでストライクウィッチでとりあえず見ましょうか今度。そうですね、あれ缶詰になって、はい、まあそういうわけでですね、今日の飛行機部最新の旅客機事情ということで、ちょっとでもどうしようかな、ストライクウィッチーズもいいけど次ちょっと旅客機の入門をちょっとね、あ、はい、語っていただこうかなと。旅客機の歴史ってちなみにどの辺から始まるんですか。いや DC-3 ぐらいでしょうね。戦前ですね。え？あ、戦前じゃないですね。第一次大戦前からも始まってます。ああ、ええ、なるほど。何人か乗りみたいな。そんな感じで。あ、そうですよね。だって紅の豚見てたら遊覧飛行とかありますもんね。ええ。うん。ですからあれが1920何年だから一応第一次大戦後ぐらいの技術力で作ってるという。うん。なるほど。うん。で、あのカーチスの飛行機も実際にありますし、はははは、ええ、なるほどね。まあまあ、ストライクウィッチーズとかね、あの今のとこほらてっちゃんにやられっぱなしだから、はい、もうちょっと俺らも反撃しないといけないんだけど、ええ、このうん、でもねやっぱりこの最初の話に戻ると夜行とかに乗るとやっぱりいいなあの電車はとかちょっと思っちゃうんですよね、うん、乗れるっていうのはやっぱポイント高いんですよ、うん、なのでぜひ今度は旅客機の話をしていただきたいと思います、はい、というわけで、もうなんかこんな時間になってしまいましたのでちょっと、5分か10分ほど休憩をいただきまして、その後大本営発表さんのですね小学生でもわかる、はい、なんだ、歴史書、はい、ということでお話しいただきたいと思います。天野さんすいませんね終わりの時間伝えてなくてね。じゃあ、そんな感じでちょっと、5分か10分ぐらい休憩をいただきます。その後、大本営発表さんの登場です。というわけで青山さんすいません今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。少々そのままお待ちください。